昨年は神谷空が初出場で初優勝、メジャー女王の座を手にした。今年は7月のアムンディ・エビアン選手権で海外メジャーを制した古江彩佳をはじめ、米ツアーを拠点とする勝みなみ、吉田優利、稲見萌寧らが出場するほか、海外での連戦を終えた山下美優も参戦、豪華な顔ぶれが揃うことになった。そんな本大会の昨年のプレイバックから会場へのアクセスまで、 感染に役立つ情報を紹介。会場、沖縄県金秀キセカントリークラブ、18ホール、6670ヤード、パー72賞金総額、2億円、優勝賞金、3600万円1967年に第1回の女子プロテストが実施され、日本プロゴルフ協会2女子部、5の日本女子プロゴルフ協会が発足。 翌年スタートしたのが日本女子プロゴルフ選手権。昨年まで27年間、特別協賛としてコニカミノルタが支えてきたが、今年から3年契約でソニーが名乗りを上げた。なお、初めて沖縄で開催される、2023年の舞台は長崎県の大村湾に面した屈指のシーサイドコース、パサージュ近海アイランド GC。3日目を終え小岩井桜が単独首位に立ち、 1>, 1打差で西郷真央が追う展開。そして最終日、小祝は1アンダー、西郷は1オーバーとスコアを伸ばしきれない中、同じ最終組で回った神谷空が2打差3位から5バーディ、1ボギーの68をマークし、逆転で2023年4月の富士山系レディスに続き2勝目。2022年の川崎春香に続き史上6人目の初出場初優勝となった。また、 20歳145日での国内メジャー制覇は7番目の年賞記録だった。主な副賞、2024、メルセデスベンツ EQA250 プラス、ソニー製品一式。桑木志保の高知県民ゴル特派記者中村治が語る注目選手。会場の金比でキセカントリークラブは広いフェアウェイが多いコースですが、ラフは深く粘り強いため、 入るとと引っかかりやすすく飛距離も落とされてしまいまいフェアウェイキープできるか粘りのあるラフへの対応がしっかりできるかがポイントになりそうですグリーン周りのラフも深いですが傾斜のあるグリーンに対して求められるのはアプローチの技術力ではなく難しい場所に外さないマネジメント力選手それぞれの戦略が問われるメジャーのセッティングになっています中村